はい、土曜日18時を回りました。音楽業界辺境の住人、プロデューサー兼作曲家の割田康彦でございます。さて本日はミュージックテラスウォンテッド第98回目でございますが、先週の第97回目の放送はどうだったんすかね。はい、猫大好き、猫アレルギー、猫舌シンガーソングライターのかなです。先週はですね、やっと家系ラーメンにありつくことができまして、引っ張って引っ張って2週目だったんですけれどもね、私の早口な喋り方を皆さんね堪能していただけたんじゃないかと思います。今日からはねちょっとゆっくり話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、紆余曲折、不器用貧乏ギタリストの尾藤大輔です。僕はまだちょっとこの新しく戻ってきたオープニングコーナーでちゃんとコメント放送されてることがないんで、今日こそ放送されることを祈って内容あることを言います。先週はですね、コミックソング特集でたくさんの名曲が集まってきましたけども、おかげさまでコミックソングが割と安彦かな尾藤大輔のミュージックテラスウォンテッド。こんばんは、猫大好き、猫アレルギーなシンガーソングライターかなです。不器用貧乏、紆余曲折ギタリスト BB こと尾藤大輔です。音楽業界辺境の住人、プロデューサー兼作曲家の割と安彦でございます。この番組は音楽的な出会いを求めている人たちをつなぐきっかけを作る特殊音楽番組。 SNS 全盛の世の中であっても、自分の会いたい人になかなか会えない現実、そんなあなたのお役に立てたら、作詞家作曲家、サウンドクリエイター、 DTMR、 シンガーバンドマン、音楽業界人などなど、プロインディーズ問いません。こんな人と出会いたい、こんな人と知り合いたい、こんな私を知ってもらいたい。ミュージックテラスのテラスはテラスのテラス。出会いを求める音楽人に光を照らし、ワクワクを生み出し、意図しない化学反応を巻き起こす番組です。せーの、ウォンテッド。というわけで今週は3週間ぶりの通常放送でございます。過去2週にわたり東京は神田界隈をうろうろして、家系ラーメンなんぞすすっておりましたがかなちゃん、はい、いや部長、部長殿、部長どうでしたか第1回目の部活動は。いや、第1回目の部活動はですね、尾藤さんおすすめの美味しいラーメンをね食べられて、そしてちょっとね私の早口なところというか、ちょっとですね、アビットです、アビット、早口なところがちょっとね出てしまって大丈夫でしたかね大丈夫、そういう感じだったんですけど、そうラーメンも美味しかったし、美味しかったし、ご飯もねかき込めましたし、幸せでした。あれどこ行ったんだっけ、ラーメン屋さん。神田のワイズさんでしたっけ。あれ、はい、神田のワイズさんで。ほら部長、行った店の名前覚えてない。もうダメだね、流れてきちゃいましたね部長覚えてます、覚えてます。覚えてないよ美味しかったことだけ覚えてます美味しかった、はい、味の記憶が、味の記憶はねあります。結構さ、あのリスナーの方にもさ、あワイズさん行ったことあるとか。あ、そうですね、そうでしたね、やっぱ有名店で。いや、まあかなちゃんよく喋るなって、そうですね、よく食べるなっていうことがよく分かりました初めての生かな。生かなだよね。そうですね、生かな、はい、伊藤くんどうでした生かな。はい、本当にあの最初お会いした時に、あ、めっちゃキラキラしてる人が来たと思ったんですけど、キラキラしてた。はい、いや、キラキラしてました。やっぱさすがだなと思ったんですけど、あら、やっぱ喋ってるのを聞くと、うん、あ、こっち側だなみたいな。こっち側の人間こっち側まあ明るい陰キャだからね。そうですね、陰でしたね、陰のオーラを、陰ですね、はい、ていただけると。そもそもさ、ほら私たち3人のさ、あの共通項ってさ、はい、人見知りなんだ。そうですね、そこですね。こんなほらペラペラ喋ってるけどさ、すごい無理してペラペラ喋ってる。頑張ってますからね、消耗してますから。まあでも彼女はよく喋るね。そうですか、よく喋りましたね。喋りすぎじゃないのってみんな言ってたもん。そうですね、ツイッター上で特にカナさんファンの方々は心配をしてライブでもそんな喋るの。いや、でも割と喋るときと喋んないときの差が激しくて、 あの曲を詰めるときはもう物理的に時間がないじゃないですか。だからあえて喋んなかったり、あとは自分のこの前単独ワンマンライブやったんですけど、うん、そのときはもう喋ると結構ぶち壊しちゃうから、いろいろ私の場合なるほど何をぶち壊すの。なんかその感動的なことを言おうとしても、うん、なんかちょっと違う方向に行っちゃったりとかするので、ちょっとずれちゃうんですね。そうそう、あの迷路に入っていっちゃうので。迷路、そうなんですだからあえてもう音楽で伝えますって言って喋りませんでした。硬派ないや、やっぱでもちょっとやっぱ喋った方がいいと思うよ。そうですね、かなさんのキャラクターが。そうですか、やっぱりキャラクターとしてこんな濃い方だったとは。濃いですかね。濃いよね、なかなかね。濃いですね、びっくりしました。え、大丈夫、薄くないですか、うん、いや大丈夫、かなり家系ラーメンのように濃厚な濃厚でしたね。よかった、顔薄いですけど
ね私。顔薄いから、ね、キラキラします顔薄くないですか。いや薄くないですかって薄いですと答えらんない。そうですね確かに確かに。いやそうそう、そういえばね、あの少し前にツイッター上でこんな質問を発見しましてね、はい、ワリダさんはなぜ新パーソナリティにカナさんを選んだのでしょう的な質問だったんですけど、これなんでだっけな、なんでなんですか、なんでなんでしたっけこれね。そもそもどこで出会った。あのね、はい、MPJ っていうですね、はい、いわゆるインディーズのミュージシャン、はい、プロ目指してる人たちがこう集まるさ、はい、サロンみたいなのがあるんですよ、コミュニティが、はいはいはい、そこにカナちゃん入ったんです、はいはい、そうなんですよ、まあ、ちょっといろんなご縁があって去年入ることになったんですけど、 それで私がワリタ塾って、はい、たまにさ個人レッスンやるんですよ、うんうんうん、でそこにカナちゃん来たんです。なるほど、出会いが生徒さん、はい、生徒さんで教わって、そうですね、うん、教わりました。それがご縁ですね、そもそも、うん、でその頃ねカナちゃん基本的に、ね、アコギがメインだったんだけど、はい、コード進行もさ割ともう同じようなコード進行ばっかなんですよ。そうですね、アコギ弾きがつまんないコード進行ばっかり。いやてかコード4つぐらいしか分かんなくてそうでメロディーはいいんだけどあれこれコードさこっち変えた方がいいよって言って、俺キーボードでこうやるとねもっとね表現広がるよって言っていろいろ教えたら、えこんなに同じメロディーでも変わっちゃうんですね素敵ってなって、うん、私キーボード買いますって言ってもうその日に鍵盤買ってる。すごい衝動買い。ロックですね。ロックなの。ロックな生き方。すごいですね。すごいよね。勢いが。キャッシュで買ったの。あすごい。いや一括払い。そうそうそう一括払い。男前で。クレカ一括で買った。すごい一括払いですよ。なかなかその日だよ。すごいですね。帰り道にもう楽器屋さん寄って。そう帰り道に買ってる。すごい。どれにしようって思って、どのメーカーのにしようかなみたいな感じで。なんかもう酔い腰の金は持たねえぞみたいな感じですよね。ロックな人生を。そうですね。そっからねカナさんとねたまにそのまあ MPJ の代表の麻生さんとか、うん、飲むよなって、ね、大塚で、はい、うん、で飲んでるうちに、うん、いやうちの家訓は家は、うん、一軒家を買うときは、はい、ローンじゃなくてキャッシュで買えって。ロックですね。すごい、まあ、ロックな家系。すごくない？やばいやばい、教えが。お母さんもラジオ聞いてるのにやばい。お母さんそんなほら特定されないから大丈夫。大丈夫ですかね。いやそれすごいなと思って。そんな家に育ってるわけでしょ。そうですよね。そんなもうそまずその家訓がすごいの。まず家訓すごいですよね。家訓って感じじゃない。もう家訓って感じですね。教えが。しかも大胆な家訓がないでしょ。そんな家訓ないですよね。家訓で家はキャッシュで買える。キャッシュで買う。いや褒めてるんだから。かなけの皆さんに。そんなところに生まれ育ったお嬢様が割とロックだったので、ロックな。これは面白いな。そうなんですね。だってさ、ほら某有名大学を出てさ、素晴らしいさ一流企業にさ内定してるのに全部蹴ってシンガーソングライターになります。ロックですよね。ロックなのよ。ロックに来てます。そうでしょ。ほら、その辺をやっぱりね皆さんに知ってもらわないと、ね、知ってもらいたいですね。そのくらいの覚悟を持って彼女はやってるんだ。そうですよ。ありがとうございます。そこをね私ね応援したいなと思った。僕も応援したいとファンになりましたね、うん、生からにお会いして。やっぱ生からに合わないと。そうですね。これもしかしたらあれじゃない、第100回目放送もう2週間後だけど。そうですよ。これもしかして生からに出会うチャンスなの。生からが皆さんに生からが出会うんでしょうか。皆さんにこれ生からに出会うとなんか特典がある。特典が、あ特典はですね、うん、なんか欲しいものあるかな。もらう前提なんです。お菓子とかチョコとかもらうの。あげるの。あげる方です。あげる方です。あげるのか。あのチョコ配ります。え何それ。生からチョコ。生からチョコ。えそんなこと言っちゃっていいんですか。え分かんないです。あでもその買ってきたドンキとかで買ってやつ買ってくるのか。アメちゃん的な感じで自分で作るのかと思って今。いや作れませんよそんな。あの、ね、そんな料理はできません。料理はできません。何もできません。家事はその曲が作れると。あそうそう、あでゴミ捨てはできます。ゴミ捨てなるほど。捨てることはできるんですね。できます。じゃあその辺はじゃあねまた5月28日何するかは、まあ、来週に取っておきましょうと、うん、会議ですね。はい。さてさてかなちゃんもこの番組のパーソナリティに就任してから、いつの間にやらもう1ヶ月経ちましたよ。おめでとうございます。わあ、ありがとうございます。早いものですね。というわけで本日はかなちゃん企画のこちらのコーナー、かなプレゼンツおすすめ女子シンガーソングライター大特集第1弾。イエ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 イ。このコーナーはですね、友達が極端に少ない明るい陰キャの人見知りシンガーソングライターかながおすすめの女性シンガーソングライターを紹介してしまおうというコーナーです。というわけで、数少ないお友達シンガーソングライターから選ばれましたお一人はこちらでございます。ご紹介いただきましょう。最初にご紹介するのはともこさんです。イエイ。はい、プロフィールをご紹介いたします。ともこさん、メジャーアーティスト作品の仮歌歌唱を本業とする傍ら、2018年に声優天宮そらさんが歌うアニメ7つの大罪のエンディングテーマ誓いで作詞家デビュー。アーティストや CM、 映画でのコーラス、サンリオピューロランドでのパレード曲の歌唱なども行っており、
作詞家デビュー後の自身のアーティスト活動では新宿レニーでのワンマンライブを目標に精力的にライブを展開中とのことです。はい、ともこさんはですね、私実はライブ会場とかでお会いしたわけではなくて、自分のライブを見に来て応援してくれているそのカナライ部員の方から、ともこさんっていう方が歌もうまいし素晴らしいから勉強にもなると思うからぜひ聞いてみてみたいな感じでご紹介いただいて、でそこからそのツイキャスの配信とかショールームの配信とか行かせていただいたりとかしてっていう感じですね。私もともこさんのライブ行かせていただいたり、この前の4月にはともこさんがねライブに来てくださったりとかしてて、本当ねありがたいっていう感じです。はい、そんなともこさんからなんと音声コメントを頂戴しております。こんにちは、シンガーソングライター作詞家のともこです。この度はかなさんおすすめのシンガーソングライター特集ということでご紹介いただき本当にありがとうございます。私は新宿レニーというライブハウスでのワンマンを目指しながら、普段は渋谷や双子玉川、下北沢などを中心にライブ活動をしております。それから作詞家もしておりまして、アニメ7つの大罪のエンディングテーマや声優さんの歌詞を書いたりしているので、よかったらチェックしてみてください。次回のライブも決まっておりまして、次が5月23日月曜日渋谷スターラウンジ、そして6月12日日曜日には渋谷エッグマンにてワンマンライブがあります。皆様ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。詳細はともこアンダーバー121212、TOMOKO アンダーバー121212のアカウントのツイッターを見ていただけたらなと思います。ぜひとも新宿レニーへの夢に向かって応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。以上、ともこでした。イエイイエイ、ありがとうございました。ありがとうございます。それではお聞きいただきましょう。ともこさんでこの場所から。思い出すこともあるけど、目元の笑顔と隠れた悲しさに心は迷子になって涙を流した。きっと大丈夫そう言い聞かせても、でもどうせって逃げたくなるんだよ。本気で笑え耳に残るともこさんの歌声で歌詞の言葉一つ一つが輝いて響きます。ずっと聴いていたくなる曲、ライブの生歌を浴びたらより忘れられなくなりそうです。お聴きいただきましたのはともこさんでこの場所からでした。というわけで、あっという間の15分間、本日ご紹介した楽曲情報は番組ホームページに掲載させていただきます。先日ですね、私のツイッターで2日間限定でですね、今週と来週のエンディング曲緊急大募集と募ったところ、ありがたいことにたくさんの音源が送られてきまして、ありがとうございます。今週のエンディング曲はね、任意で選ばせていただきました、はい、こちらの曲です。先月の M32022 春の音声 CM 特集にもご登場いただいた女性シンガーサリコさんでプロミス。
というわけで来週は M テラ放送第99回目 お送りしてまいりましたのはリサンコとワリタイスイコと尾藤大輔とカナでした。それでは皆さんせーのおたっしゃーでーもうすぐ100回目。